した？あ、こちらです。うすきですか？いや、多分ビップじゃない、普通ですね。普通はこちらで下ですね。はい、そうね、旗がね、一般席しかも風で揺られてるからな、すぐたいですよね。ゆみさん大丈夫それ？また始まったね。今、佐藤さんも今日寝そこは全然乗ってない。かっこいいわそれ、かっこいい。怖いけどそれ。はい、佐藤さんのロックとバラード素晴らしいですよ。変わらんよ、それ後ろに変えたら終わりだから。それではジャンプズプロモーションプレゼンツ、うさぎさんファーストマンダムライブ、あいつ終わってるな。エイアクトスタートです。あいつ殺した方がいいかも。まだ確定じゃないんですけど、一応なんか買って見に行くって言ってたんで、あいつやっぱ今行ってるかわかんないですけど、まあ、やっぱなんか俺多分殺される俺なんかわかんないけど、多分俺殺される俺大丈夫か？分からん、俺急いで来てたけど、多分なんか俺これ終わったら多分俺ボスに殺されろ。うん、まあ一旦覚悟しとくか。ゆみさんいないなった。口を下折る下折る。嘘でしょ？いたいたいた。あ、来た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 よ。うさぎさん、うさぎさん、うさぎさん。ランソン、配信 OK のところにマイク切って入れてますか？入ってる。やる気まあまあだったけど、今回ちょっとおかしいな。よし、殺されるか。こんにちは、うさぎさんです。佐藤さん、素敵なお歌ありがとうございます。佐藤さんのバトン確かに受け取りました。未来がどうしたっていうの、囚われてたらこの今を消化しちゃうでしょう。あの子が何したっていうの、妬ましさでは何一つ正しく測れない。皆さん、うさぎさんワンマンライブにお越しいただきありがとうございます。うさぎさんのいろんな顔を今日は耳で覗き見ていってくださればと思います。1曲目聴いてください。心コンパス。歪んだ街とあの隙間、吹き抜ける風に気持ちまで運ばれちゃったら、ぼやけた想い光隠す野良猫だって、そんな空の下では眠れない。何を選ぶのが賢いの、叫んで呼ぼうぜ占い。目的地なんて気まぐれ、今だけの瞬間を、今だけの世界を、それじゃないこれなんだってハートが分かっている。これからのストーリーに僕だけが持ってる本当の声がささやき出すよ、もう迷わない。大人になって無茶苦茶なお誘いは断れるようになった。心が死んだわけじゃなくて、自分を大事にできること、これも素直なんだ。だから今からの瞬間が、今からの世界が描いて未来なんだ。ハートが踊ってる、我がついて傷ついても Alright、 本当の声に気がつけたらもう大丈夫、認めてあげるんだ。
わかってるんだ。ハートがバグってる。自問自答はもう終了。選んだ未来へと突き進んでく。ハートが示す場所へ自分だけの瞬間を、自分だけの世界を。それじゃないこれなんだって、ハートがわかってる。これからのストーリーに僕だけが持ってる本当の声が輝いたら、光誘え、もう迷わないよ心、こんばん。ありがとう。改めまして皆さんこんにちは、うさぎさんです。普段は BMC でメカニックをしながらこうして歌を歌っております。この町には歌で皆さんの心を浄化しにやってまいりました。されました。うさぎさんはあなたが寂しい時、苦しい時、そっと寄り添える歌を歌いたいなって思っています。この曲たちがあなたの心にそっと届きますように。次は続けて2曲聴いていただきます。聴いてください。消えそうに塗りつぶした桃色、そして心臓。心臓か。ふと感じてしまうんだ。この儚くて小さな世界の中心を、それは僕自身なんかじゃなくて、止められない空のサイクルでもない。足りないものなんかなくて、使い古した言葉と確かな温度が何より大事だってわかってるんだけど、本当はもっと目に見えない世界に思いを凝らす方法、君は書きもかけずに置いてくから、寂しくなるんだよ。中央よ指さこそとポケットの奥にねじ込んだ。きっと僕が感じてるよりも、君との距離は誰よりもずっと近い。その分現れる余計な感情が、僕の次回を乱しては狂わせてしまうんだ。大人になれない欲張りはわざと君を傷つけるんだ。僕のためだけの仕草をいつも待ってしまうから、本当はいつも目に見えない不安に怯えるだけの僕に、君が弱さを見せてくれるから、ほっとするんだよ。すぐに泣いちゃう僕にいつも困ったように笑う君、君といる奇跡に色をつけよう。キラキラ輝くスパンコールも
してか色旅路、心で紡いでく刻んだその時の繰り返し、顔は手しま
歌で浄化するぞと。この町に来た頃、正義と悪は白と黒だと思っておりました。でもたくさんの人たちと出会って、うさぎさん思いました。皆さんそれぞれの正義を持って生きてるということ。だからぶつかり合うこともあって、間違ってしまうこともあって、分かり合って貫いて、流されて翻弄されて、悩んで笑い合って、そんな中で楽しく生きてる私は。うさぎさんはそんなたくさんのドラマのあるサントスが大好きだと思いました。浄化するということの本当の意味、それはうさぎさんが果たすことではなく、うさぎさんの歌を聴いたあなたが果たすことだと今は思っています。あなたの人生はあなたのもの。どうかできる限りでいい、あなたにとって後悔なきロスサントス生活を。
憧れたヒーローの姿はあの日描いた自分自身だ。あれこれ理由こじつけてやめたのも自分だ。咎めない、わからない誰優しい言葉で許して描いた自分であることは、いよいよラストの曲です。最後にウサギさんの毒を少し食らっていただこうと思います。聞いてください。友達解雇宣言。同じ話題ばかり、彼しか優しくてよかったね。もう何を聞いても驚けない、よそからのありきたりラブストーリー。昔少女のあたしが恋したあの人の浮ついた話なんて聞きたくない。愛想笑いのプロフェッショナル、どうでもいいの、早く帰りたい。嘘で塗り固められた弱めだけの関係、お前殺しの分裂に隠れた名の優越感、疲れちゃうんだよ。偽物オーバーリアクション、撒き散らして、別にそんなことで感動しないし、すごくも偉くもなんともない。お願いだからドイッパーか求めないでよ。いつしか上から目線の日常、あたしは所詮不得意扱い、誰よりも劣等感親密化せた集団地獄の渦中、見えなくなる口元、こらえきれない長所、上りに張り付いた妄想、差し出す手に眼病友という名の手錠と足かせ。どうでもいいから
き乱して得意な調子合わせ披露するのは私じゃなくたって別にいいでしょう、yeah、疲れちゃうんだよ偽物ブーブーリアクションいらないから本当のことだけでいい好きも嫌いも何でもさらけ出していいから気に入らないならもうさよならその程度の関係なんてお呼びじゃなくてよありがとうございました明日もまたあなたらしいロスサントス生活をされるの後で知りたかったな。これをもちまして本日の公演はすべて終了でございます。お忘れ物のないようお足元に気をつけてお帰りくださいませ。なおただいま選手におきまして一販売を再開しております。ご来場の記念にぜひお立ち寄りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠に選手はありがとうございました。ライブ行ってました。あ、僕も無線戻りました。皆さんありがとうございました。今回は俺殺されるやつです。船の先頭の方で行っております。やばすごいわ。される方は屋上の方もしくはヘリポートの方で係員に入りたいというふうにお伝えいただければと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ帰ったら殺されます。別館に行く。ちょっと待って、立ち上がってさ、その服着替えたでしょ。うん、若輩先頭の方はですね、この2つの左右の廊下から行けますので帰られる方はぜひ。あ、じゃあ続きをお求めの方もどちらも。え、あ、俺が持ってると思ってました。こちらからお帰りください。ありがとうございました。まだ受注したままだ。受注したままだと思います。え、俺やと思ってました。よかったな。ちょっとあの報告、そのライブ始まる前に無線入って報告しようと思ったらあいつは殺さなきゃいけないんだけ無線聞こえてきてもうちょっと喋る勇気なくて一回切ってたんですけど、これ俺どうしたらいいですか。これ俺え、これどういう状況。この無線大丈夫ですか。え、俺殺される。これわかんない。え、わかんない。別の無線とかあるんじゃない。もしかしたら俺死ぬ。なんか俺ライブ始まる直前にさ無線パッて入ったら俺殺されること聞こえてんけど俺死ぬ。え、わかんないわかんない。だってみんな無線いなくなったよ俺ら以外。いるよ。あ、いたいた。よかったよかった。 CP 俺死ぬんかな。俺帰ったらなんで死ぬの。わかんない。誰に死ぬの。え、俺なんかやらかして殺される。大丈夫俺。誰に。あの、ボスに。ボスに。うん、知らないよ。知らない。頑張って。オッケー、頑張って。やめて。え、あれじゃない、逆に倒せばいいんじゃない。いやいやいや、なんでやけるよ。減らせばやけるよ。違う違う、俺ボス一つじゃないよ。意味わからんやろ俺ボス殺すの。じゃあもう普通にちょっと帰ります。え、帰ったら11時半までイベントテロ罪までですけど、アーティファクトはいつ行くとかありますか。わかんない、みんな無線いなくなったんで。了解、じゃあ無線だけ繋いでおきますね。もうずっと。はい、事故ってた。どうした。この今の温度感教えてほしい。うーん、
一旦俺は生存するかしないか教えてほしい。アジトに戻り次第わかるんじゃないかな。え、何それ、ちょっと戻るわ、ちょっと一回アジト帰るわ。あの、うん、謝罪が必要なら私もついていきます。いや違う違う、そういうことじゃないよ。うん、それかあれですかね、シーカ先輩とマクサ先輩一緒のタイミングで無線抜けてたんで、別の2人だけの無線でイチャイチャ。ここまでいいよ全然、そこは関係ない。本当ですか。うん、いやマジマジマジ、あの俺がさ、あの急いで行ってもたから。あれライブって終わったの。そうだったね。ライブ今終わった。つまり私のせいじゃないですか。いや違う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 、で俺急いで行っちゃって連絡なかったって。まあ大丈夫ちゃう多分。いけるいける、気にすんな。になります。お帰りの方。お帰りの方は他にいらっしゃいませんか。大丈夫ですか。あ、帰りますかね。はい。あの人も帰ると思います。はい。あ、一言だけ言うか。あ、うん、ぜひぜひ。心臓刺さったわ。ありがとうね。刺さりました。よかったです。ちょっと瞑想行ってくる。はい、失礼します。失礼します。はーい、行っちゃっていいかな。良さそう。出発します。ありがとうございます。はーい、ゆっくりスタッフの送迎まですごいね。丁寧にね、安全に。本当に丁寧に安全に。やばいでしょ。任せてくださいよ。イベント進行も本当にスムーズですごかったです。めっちゃいい、ね、これ本当にやばいでしょ。すぐ200いく。あ、ロスサントスでこの規模のソロライブができるんですね。加速が大きくなったな。大きくなったら誰。うさぎさんが。あ、うさぎさんがね。なんて名前のやつ。親戚のおじさんや。だってヘランさんね、デビュー前からあのうさぎさんの歌聞いてましたもんね。もう大手や。なんだこれ。無理だ。手が届かない場所まで行ってしまったのよ。ちょっとようウサギとか言うとしたらもうボディーガードバッてきて、そうボディーガードバッてきて。じゃない。あとあれですよ、チケットね、4時間並んで買った松田先生ガチ勢とかがね。俺殺してくるで公務員やに。当たり前だろ。これ6本抜けていいんかな。ウサギ3なんですから。あ、6本抜けて大丈夫ですよ。大丈夫でした。あの後、まあ絶対心配するよなと思うから会いに来た。ありがとうございます。まあね、殺されるかもって言われたらそれは心配してしまうわけです。あんまりね心配しすぎもね、ヘロナさんに気を使わせてしまうからあれなんですけど、一応その本当に大丈夫でしたか。あなたいろいろ思うやろその。まあまあね、なんか今回の件でやっぱりあの黒と白のタイミング合わせるのが大変だから、付き合うのはやっぱり無茶な話だったとか思われたらそれはすごいショックではありますので。おお、ここだ。いやー、ヘランさん、ここでウサギさんとお会いしたんですもんね。そうよ、あんなにでかくなってしまって。いや本当にすごかった。あのね、改めて言うね、はい、その多分いずれこうなる、そのどのイベントがあったとしても、うん、そのロギアに言った通り、はい、そのあれマジでプリズンから出たばっかやったから、うん、で俺としてもそれが全部終わってから空いてたらそっちに時間を費やすっていう認識ではあるからさ。はい、それは理解してますよ、うん、でそれがその、うん、なんて言うのかな、さっきちらっとヘリ乗ってる時も言ってくれたけど、うん、それで俺が嫌になったら嫌だなっていうのは絶対にない。どっちかっていうと そういうことを俺があらかじめ言ってるから、はい、もしロギアがそれが嫌なのであれば難しいかもしらんけど、いやそれは全然理解した上でのお付き合いですから、うん、で俺もそれでいや、うん、あ嫌だなとはなるわけがないし次言うの気にしな。はい、わかりました、うん、でもう一個言いたいのが、うん、その全ての俺が費やしてる時間は、うん、その仕方ないでやってるんではなくて、うん、
俺自身が全部選んでやってることないね。はい。オーリンの問題であったり、うん、ロギアのことであったり、うん、で友達のことであったり、俺がその助けたいとか力になりたいとか頑張りたいっていうのを自分の意思で全部やってるのよ、うん、誰かに言われて仕方ないなってることは多少あるかもしれんけど、基本的には自分の意思なのね、うん、だから今回に関しては多分無線で連絡してなかったっていうか、そのまま急いでいろいろ言っちゃったから、うん、てかなんか真偽で言ったら別に殺されもせえへんかったし、なんか何のことかわからんかってんけど、うん、それでなんかこっちが私がなんかとかは本当に思わないでほしい。うん、分かりました。全部に関して俺の選んだもんなんだから、本当にまあそう思うのは多分自由やし、絶対あなたなら思うでしょう、うん、今後もそういう風には俺を責めずに自分がなっていうのは絶対に思うでしょう。ただその俺はさっきにそう言っとくね、そう思わないでほしい、俺が選んでるから。分かりました。でもね、私そうヘランさんが言ってくださると私がなんかいい子に聞こえるかもしれないんですけど、これ私のあの、うん、ヘランさんと絶対に別れたくないっていう気持ちからのこうエゴみたいなこう不安でもあるのでそう、これが原因で別れたくないって。いや別れないよ、別れないよそれはまあそれ聞けて安心できたので今後は大丈夫です。うん、今日のうちに話しとかな、あなた絶対抱えるでしょ。いや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 、見くびらないでください。案外まあ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 大丈夫ですよ。いや違うね、ちょっと引っかかるんだよね、何かの物事があった時にこの案件この一件が今後ね、またイベントあった時にチケット買うのどうしようとかなっちゃうかもしれない。そうとかあの時あったからなってなるんだよ。だからこういうのはその日のうちに話しとくのが一番いいのいやーさすがね、お店の中だけの私とは違いますね、ヘランさんのこのロスサントスでの経験は。いや違うよ、同じだわ多分。俺が多分そう思ってるってことはあなたも多分そう思うと思うしまあ似たところありますからね私たち。うん、うん、分かりました。まあ私もね、今後ヘランさんがせっかく時間作ってくれたとしても新人さんのね対応とかでねお出かけできなかったりっていうのがあると思うし、うん、まあそういうことですよね今回の。そう、うん、優先しそうだな。でもうーん、いやーでもね、なんだかんだ言いながらこうやってライブとかもねご一緒してくれたりって本当にありがとうございました。楽しかったですマジでギッチギチやった。いやもううさぎさんのお歌聞いてる時とかいろいろ思い出したんじゃないですか。まあでもさ、集中したかったけど、あ俺これ終わったら殺されんかなと思ったら全然集中できんかったんけどそわそわしちゃう。それはそわそわしちゃう。なんか全然死ぬんじゃないと思って、この後すごいエモいけど俺帰ったら死ぬかと思ったら全然集中できんかったんだ正直。エモかってんけど全然、全然エモかってん。これだから見返、なんか魂の記憶を見返したら多分もっとエモくなるかもしれんけど、あの時の心情はもう全然死ぬんやろうなと思ったら別の涙でそうやったな。まあ、これが最後の曲かなみたいな。うん、別の涙が出そうやった。そう、ライブの最後の曲じゃなくて人生の最後の曲かなって。もう人生最後の曲がうさぎさんってかなり贅沢な話ではありますが、うん、でも佐藤さんもすごかったんですよ、ワンオークとか。次聞くか。はい。いやーエモいなこの海いいですよね。なんかね、この街来てから波の音とかいいなと思って、この間西海岸の方走ってた時に、うん、どうにかこうにか西の方とかに、ね、波沿いにお家買えないかなと思ったんですけど全部埋まってました。え、嘘、あそこら辺のやつ。はい、見た目が可愛いなと思ったお店だいたい心の目するともう埋まってましたね。 あそこ埋まってんだ。ほぼほぼ埋まってますね。ああ、そうなんだ。そうな
なんですよ、残念。ここ犯罪で通んねんけどさ、ちなみにこの海岸ね。そうなんだ。まあここ一応通んねんけど、犯罪で、はいはい、ボートで行くねんけど、うん、で、ボートで行ったらここに淀川テレミ座っとって一人で、で俺らのボスと一緒に、な、何してんだこのところでって笑って、で、あなんかしてんやろなってなってパッて行ったら、さらに遊園地側の浜辺のところで女子会しとって一人は黄昏、もう一本、そうそうそう、女子会してて、そうそうそう、対比がなんか森ルンルンが警察に昇格してんて、警察受かって、そうなんですよ、そうそうそう、今日お祝いしました。俺らも見てるからな、森ルンルンを。